私は桃原勲さんを応援しています。あさとと申します。まず皆様選挙に行きましょう。9月8日選挙があります。必ず選挙へ行きましょう。選挙には欠かさず投票に行っていると言える大人になりましょう。選挙は自分の意見を聞いてもらう第一歩です。子育て環境を整えてほしい、これこそが選挙へ行く第一歩なんです。いろいろな働き方ができるようにしてほしい、その意見こそが選挙へ行く第一歩きっかけにしていきましょう。若き世代の意見を政治に届けましょう。桃原勲さん、子供にお金がかかって大変です。どうにかなりませんか？学童や部活、習い事にとお金がかかります。部活活動ではせっかく手にした県外遠征も負担が多くて断念する保護者もいます。今の子どもたちは未来を明るくする希望です。子どもの教育にまつわることは学校だけではないんです。保護者の負担も含めて学童、部活、地域の児童館に支援センター、その環境で働くスタッフにももっとスポットを当ててほしいです。私は桃原勲さんを応援しています。桃原勲さん、私たち働くお母さんの声をもっと政治に届けて、宜野湾市をもっと住みやすい地域にしてください。頑張ります。皆様方の大切な応援をいただきますことを心よりお願いを申し上げます。先ほど選手の方からも、私の議会としての、あるいは議員としての経験などをいただきました。この県道34号線、もうご承知の通り58号線の大空十字路から前原十字路まで、朝夕と言わず昼間でも渋滞が顕著にあります。今日は幸いにも旧盆の中日で比較的空いてますが、このことを8年前にまず3つの自治会、この県道34号線が面する大寺自治会、上大寺自治会、前原自治会に相談をして、ぜひとも自治会の総会決議に県道34号線の渋滞を緩和する、そのことを自治会の決議で協議をして採択してほしいという要請をいたしました。それが皆様のご理解をいただき、3つの自治会で自治会の総会決議の中で34号線渋滞緩和策ということを決議いただけました。そして自治会だけではなくて、その34号線に面する議員の方々に協力をお願いをして、私を含め4名の市議と3つの自治会の自治会長7名で県土木部長に要請に来ました。おかげさまでまだ渋滞が完全に緩和したとは言えませんが、中大寺のバス停の膨らみ、そして前原交差点近くのバス停の拡張などなど、これからはここの歩道が広いために少し歩道をかじって道を整備していく予定です。しかし根本は普天間基地にありますよね。普天間基地さえなければ、このように基地を一周するような道路整備も必要ですけども、もっともっと経済効果が出てくるような施策が作れます。しかしまだ96年の合意、日米の合意から今なお返還が見えない中、早急にやっていくのがこのような道路アクセスの整備であったり、
あるいはインフラの整備であったりということを急務に私も整えていきたい。そして今市道11号という普天間基地の東側のフェンス沿いの道が整備されました。あれが前原ゲートで止まっていますけれども、前原ゲートから伸ばしてこの県道34号と並行するようにもう一本道を作っていく、このことを今政策協定に入れ込んで皆さん方に公表していきたいというふうに考えています。少しずつ少しずつ経済効果が出てくるような、あるいは皆さん方の生活が楽になるような施策をしっかり構築をしていきたい、そのように考えています。ぜひ政策発表を、来週の政策発表をお楽しみください。しっかり市民目線に寄り添った施策を構築提案をしていきたいというふうに考えています。またここは普天間基地の下側にある下流側にあるということで、普天間基地から派生する有機フッ素化合物 PFAS 汚染が顕著です。そのことを私も2016年のあの瀬田浄水場で PFAS が高濃度で含有されているということを以来、市民の水を守る、市民の生命を守る連絡会 PFAS 汚染から、市民の命を守る市民連絡会、そして白水会に入って今活動しています。なかなか法律が定まってないから、汚染水の法律が定まってないから、あるいは土壌の数値が定まってないからということで、市も県も国も及び腰、逃げ腰ですけれども、逃がしてはなりません。それは子どもたちの安全のため、市民の健康のために、やはり汚染水と、あるいは汚染があるということであれば、その原因をしっかり突き止めないといけない。そしてそれを浄化する、整備する、浄化してそれを土壌にそれがあれば土壌の改良も必要でしょう。それをしっかり市民とともに行動していきたい、そのように考えています。ぜひともそのこともご理解ください。そして何より私が今回の選挙で一番に置いているのが、市民が一番です。宜野湾が一番ではなくて市民が一番、ありがとうございます。市民が一番、そして暮らしが一番ということを念頭に、皆さんのご期待に応えるべく提案をしてまいりたい、ありがとうございます。提案をしてまいりたいというふうに考えています。で、もう一つお知らせをいたします。来週8月24日土曜日ですけれども、赤道にあります宜野湾市社会福祉センターにおきまして、東森さんを激励する、そして必勝喫茶の総決起集会を夕方6時から開催をいたします。ぜひとも大皿益城地域の皆様、そして宜野湾市民の皆様にはご参加をいただき、激励をいただき、9月8日に向けてぜひとも皆様方の好意に、そして期待に応えるべく頑張ってまいります。応援のほどもよろしくお願い申し上げまして、この場を借りてのご訴えを終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。